この着物は女物の浴衣、一重の着物になります。浴衣なので、今まで紹介した着物のように、この巴襟の下に襟芯がこのように差し込めるように、この巴襟の横の縫いのところ裏側を開けてあります。今ですね、この辺りは襟肩周りを裏側から写しているんですけれども、ここにですね、巴布で肩当て布をつけて補強してあります。この部分が、まあ、襟肩、周りにつけた、肩当て布をくけつけている部分なんですけども、まあ巴布ですのでね、ほとんど見えないですし、透け感もまあ透けますけれども、この肩当て部分が多少濃くは見えるかなっていう程度で、ほとんど気にならない透け感になっていると思います。それでやはりこの首周りという部分は傷みやすいとこなんですよね。やっぱり着た時に引っ張ったりもするので、非常に力が加わるところ、傷みやすいので、そこは生地を二重にして、やはり夏物ということで汗をかいたら洗いたいですよね。だからやはり洗うと生地が痩せると、痩せるからやはり力が加わる箇所は、そこがこう破れるというですかね、まあ、薄くなって最後は切れるということがあるので、そういうところは前もってこう二重にして、強度を保つという作りに今回もしてみました。ここは上前の襟先部分ですね。でこれが上前の左の奥身、藍妻のあたりですね。ここに今までのシジラ織の着物とか、あとは霞草の着物のように、この、麻でできた浴衣、これにもポケットをつけてあります。これちなみに参考までに私の iPhone なんですけども、まあこういうスマホですね、これがこうすっぽりとこう中に入る、収まるようなぐらいの大きさにしてあるので、まあちょっと普段着ですからね、ちょっとした時にこう、何かこう持ち物というか、スマホだとかね、車のキーであるとか、そういうものを、着物を着ている時にちょっとしまう場所が、着物は基本的にポケットないですから、まあ、帯のところに挟むとかね、まあ、ありますけれども、まあ、そういう箇所が1箇所ぐらいはあった方がいいんじゃないのかなというので、この着物にも浴衣にもこのように上前の藍妻のところですね、このようにポケットをつけました。あと少し高度な寸法というか専門的になるんですけども、ここ襟先ですね、襟先のところで、ここが今写しているところが前身頃の、ここが奥身でここが前身頃で、ここがまあ寸法を割り出すときにヒップサイズ、ヒップのサイズから割り出すんですけれども、着物というのはですね、構造上なんていうのかな、身幅で一番広いところ、これは高さでいうと腰の部分じゃないんですよ。実は肩のところが一番身幅が広いんですね。先ほどとはちょっと置き方を変えて、今こちら背中側、ここが襟付けで、襟で、でここが背中側ですね。でこのここがまあだいたい身厚の下、打ち上げのあたりなんですけども、大抵の着物はここの幅、身厚のところの身幅よりもこの肩のところの身幅が広がってるんですよ。これはまあ雪っていうのは、雪というのはここの、写ってないかな、この袖口からこの襟の接中心の
襟の付け根のところまでを測るのを行きと言って、これが腕の長さで、腕が長い人は当然この行きが長くなるという風な寸法にするんですけども、その関係上どうしても通常の着物用の反物だと反物幅が、まあ今売られているものでも広いもので40センチ程度なので、例えば70という風になると、この肩幅と袖幅の布幅との関係でどうしてもこの肩の幅を、肩幅の方を広げなきゃいけなくなるわけですよ。そうするとほとんどの方の3サイズを測ると一番広いのはヒップなわけで、で当然この胸周りのあたりはヒップより幅が狭いと、のその幅がないのにその腕の長さの関係上どうしても和裁の技術的な問題で肩幅を広げざるを得ないということになると、まあ、それがもちろん着付けによって普通に収まるんですけども、今回洋服地、まあ、前からもそうですけど洋服地を使って着物を作っているので袖幅を広く取れるということで、この着物も実はここの宮津の下から片山にかけて幅を広げていません。通しです。同じ幅なのでこう胸周りの本来であればそんな幅が必要のないところの幅を広げないで済んでいるというふうになります。それで袖幅がこう広がった分、まあ、夏物ですしね、できるだけ袖の重みもない方がいいだろうということで、前回までの、先染めのしじら織の着物は袖丈をだいたい53センチかなにしたんですけども、これはやはり袖の形を小さくすれば、面積を小さくすれば軽くなるということで、今回は49センチの袖丈にしてあります。もちろん浴衣で女物ですからこのように振りもありますし、宮津口も開いています。前もちょっと前に話しましたけれども、浴衣は夏の着物ですから、だから涼しいに越したことはないですし、それと汗をかくので、気軽に洗濯できる素材で作ると、まあ、手入れも楽ということで、で、それでまあ木綿とか綿麻が選ばれてるんですけれども、この生地もですね、メートル買いをしているので割合安価な値段で、まあ、1万してないんですよ。だから、その分、まあ、浴衣並みの値段に作ることが、まあ、多少はちょっとね手間賃等もあるからもう少しっていうことはあるんですけれども、まあ世間との浴衣の兼ね合いで、価格をちょっと抑えめで、まあ、その代わりあまり、上布のような仕立て方、特殊な仕立て方はせずに、あくまでも浴衣的なといっても、まあ人への普通の人への着物と同様な仕立て方をしているので、襟付きで半襟をつけて着るとしても十分に着られる着物として作ってみました。ご興味のある方は岩沢祭のショッピングページからをちょっと見て、これから紹介しますので、この動画等も参考にして、できれば実店舗まで来ていただければ、この感触も分かりますし、場合によっては例えば日曜日に、着付けの先生等からちょっと質問もしたいということがあれば、いつもというわけじゃないですけどね、そういう機会を設けても機会も設けられるのではと思っていますので、ご興味のある方は、まあ、飛び込みは無理ですから前もってご連絡をいただければ、うまくいけば対応ができるかなと思っています。まあ、こんな感じで、浴衣は木綿から作るということだけではなくて、朝でも木綿は作れるということで今回挑戦してみました。ご視聴ありがとうございました。